ションで言いますとね、この間あのうちの本社の固定電話にですね、あの電話かかってきたんですよ。私あの男の子19歳ぐらいだったかな、19歳の男の子からですね電話かかってきて、どこどこ済みの何々と言いますと、おそちらの事務所でオーディションはやってませんか、何のですか何のですかオーディションはやってないですね。でちょっと私考えたんですけど、まあまあ今回はね、あの模型パドックさんとアイスカイエンターテイメント、うちの方でやらせていただいてですね、アイスカイエンターテイメントっていうのはあの本社名でございまして、会社名でありまして、タウンページとかにですね多分載ってるんですよ。なるほどね、はい、で芸能関連っていうお仕事もね一応いただいてるんで、そういうカテゴリーに載ってるんですけど、多分それを片っ端から電話してるんでしょうね。なるほど、随分遠いあの関西地方の子だった。はあ、それでも本当やりたい子はね、そうやってもう一生懸命やってるんだなと思って。アイスカイに来るとこういうことさせられるからな。いいか。うちの社員は誰もやってないですけどね。全国よ、若者よ。いいか。アイスカイエンターテインメントに来るとこういうことができるぞ。なんて事件だって。デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー、デメ流、毎週公開中。絶対見てくれよ。